しゃー。おっす。昨年、見事ボクシングのプロテストに合格した歌舞伎町を代表するホスト、神風とは。夜の世界からプロボクサーへ、その道のりは決してたやすいものではなかった。それでも彼は戦い続けた。プロボクサーになる、自らが放ったその言葉だけを信じて。一体彼の強さはどこから来ていたのか。これは男のプライドをかけ、現役ホスト神風とはが本気で歩んだ奇跡の物語である。全てはこの無謀ともいえる挑戦から始まった。俺に勝ったら1000万やるよ。2017年5月アベマ TV で放送された伝説の企画、亀田光輝に勝ったら1000万円。トアはこの前代未聞の企画に挑戦者の一人としてリングに上がった。今注目の第1試合、第1ラウンド始まりました。さあ拳を合わせにいきませんでした。うまく使った方がいいですね。神風のさあこのパンチはどこを狙っているのか。ボディであります。1ラウンド KO 負けという不甲斐ない結果に終わってしまった。試合中も相手を褒めるそんな審査がありましたね。この無謀な挑戦を振り返って、今トアは何を思うのか。無謀っちゃ無謀ですけど、 もうちょいやり方あったんじゃないみたいなのありますね。あの時はそのセコンドの人2人とかいたじゃないですか。まあ、やる前に言われてたのが、とりあえず距離を取って突っ込まないでいいからってずっと言われてたんですけど、なんか俺はもう別に盛り上げるじゃないけど勝てると思ってないじゃないですか別に。だからいかにこの短い時間で何を見せるかって言ったら、やっぱ突っ込むしかなくて、最初からガーって。だからそれをやってたんですけど、まあ、今思うとライセンス持ってる立場から言うと、まあ、突っ込まないでちゃんとガード上げて様子見ろよみたいな。がむしゃらに突っ込んでも意味ないじゃないですか。なんか1ラウンドで終わっちゃったんで、すごい悔しかったですね。まあいろいろなんか騒がれたりしたんですけど、まあでも出る前からそれは目に見えてたことだから、まあ予想通りという。覚悟した上で上がってたってことですか。あ、そうですね。そしてこの敗北がトアの人生を大きく左右することになる。あれから4ヶ月、トアの姿は競泳ジムにあった。失礼します。おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうした。トアはかつての敵でもある亀田光輝にある決断を伝えた。ボクシングを教えてください。そうか、まあ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 、やるか。いよいよやるか。動き出したか。やります。おっ、またなかなかね、ボクシングと向かいけどね、ボクシングで何ただボクシングやるだけ。どこを目指してるの。プロテスト。プロテストか。プロテストか。やる。真剣にやる。あの日負けた自分にけじめをつけるべく、半年でプロボクサーになることを宣言したトア。こうして失われたプライドを取り戻すため、トアの逆襲が始まった。水に水抜くとこある。大体そうですね、下のコンビニで握ってるから。練習もちょっと全部なさってしまった。
たまに全部なくなるっすね。そこに自販機あるんですけど、ちっちゃいから飲みたい時にもう残りこんぐらいになっちゃって、あ、やべえってなって、だからなんか一応デカめにしとく。お酒をすごい飲むイメージの方が、はい、すごいんで、はい、なんかお水を飲むとかっていうのが新鮮だなってちょっと分からない。今人生で一番水を飲んでる時期です。そうですね、はい、お酒の味忘れてる。どんなんだっけ。あれか飲んでないですか。あ、もう一滴も飲んでないです。仕事中はアセロラとかもらってますね。お茶とかコーラとか。お客さんの方から何かと言われません。いや、やっぱ一緒に飲めないの残念ってめちゃめちゃ言われます、ね。まあそうなんですけど、普通にホストしてご法度というか、なんかバップそれはないだろうみたいなことをやってるんで、ノンアルっていうのは。それでもいいよって言ってくれるお客さんがいてくれる、うん、ありがたいっすね。練習メニューっていうのはなんか決まってるんですか。だいたいそうっすね、縄跳び2ラウンド、基礎ジャンプ縦横上を、まあ、2ラウンドずつで、6ラウンドで、あとシャドウは最低2ラウンド、うん、でサンドバッグ打ってネット打ちの後に筋トレが以上です、ね。でその後ストレッチして終わりなんですけど、結構がっつりがっつりなんですよ、ね。でも大体2時間ぐらいかかるメニューです、ね。仕事割りでもやってるじゃないですか。はい、きつくないですか。いや、慣れたっす。もうなんか最初もうなんだろう、筋肉痛常にずっと足とか動かなかったんですけど、今はあんま筋肉痛とかなんなくて、1ヶ月前確かに落としてもらってるというか、確かにヘロヘロでしたね。1ヶ月前なんかもうこれでヘロヘロだったじゃないですか。今は全然余裕ですね。ちょっと余裕感じれますね。はい、あっつ、汗もいいかき方の汗じゃない。あ、マジっすか。アスリート的な汗ですね。変わるっすね、やっぱ、うん。それから時は経ち、順調に思えたプロボクサーへの道だったが、この日の練習を見てみると、左のパンチだけを繰り返すとは、なぜ右を打たないのか。あ、今そのここ疲労骨折してるんで、ここの大腿骨ってとこ疲労骨折だ。この間病院行って判明して、なんか痛いなと思って、だからこの右のパンチストレートとかで腰をひねったりしたら悪化するから、今ちょっと封印してるんですよ、右を。左メインで見てます。ホストの仕事で叫びたりだった体は悲鳴を上げていた。慣れます、これプロ慣れますっつうか、なりますね。意味ないじゃん、この数ヶ月なんなかったら。ボクシングのライセンスは人生に、うん、あった方がいいと思う。かっけえし、普通に自分の拳が銃刀法違反ってめっちゃかっこいいじゃん。じゃあそんなかっこいい男になりたいですね。つかなるわ。プロを目指す気持ちは失われていない様子だが、怪我をどう乗り越える